はい、今回は普段使ってる LINE のアプリ、スマートフォンで使ってるアプリをタブレットに移行する方法をお見せしたいと思います。まずはタブレット側でアプリのインストールをします。 LINE のアプリですね。 LINE のアプリをインストールします。同意する、インストール中。はい、インストールが終わったら開きます。そうするとこういう画面になるので、ユーザーログインタップして、こうやってメールアドレスが入力が求められます。 Facebook アカウント持ってるで方は Facebook でもログインでもいいんですが、今回持ってないので、この元のスマートフォンありますよね、これの LINE の方で、今普段使っている LINE の方からメールアドレスを入力するっていうことになります。メールアドレスの設定をして LINE の方で入力すると。で、LINE のアプリを開いて、普段使っているスマートフォンの方で、その他ですね、その他。その他行って、設定。真ん中上、設定をして、で、2番目、上から2番目のアカウントをタップします。アカウントですね。タップして、このメールアドレス、未登録となってると思うんですが、これを入力していきます。これはいわゆる Gmail。Gmail のメールアドレスで問題ないです。では、Gmail のメールアドレスを打ち込んで、パスワードも打ち込んでいきましょう。はい、こういう風に打ち込んだら確認を押します。メールアドレスとパスワードと確認のパスワード。確認。そうするとこういった画面になります。メールアドレスの登録というのが出て、その Gmail の方にですね、メールが来てると思います。アカウント認証をするためのコードみたいなものが出てきてると思うので、そちらを見ていきます。普通のアプリの方で Gmail を開きましょう。パソコンでも何でも、スマホでも何でもいいです。タブレットでも。はい、これですね。LINE メールアドレス登録確認メールっていうのが来てると思います。で、それの最初の一文ですね。ここ。認証番号っていうのがあって、3075と書かれてます。これを、こちらのスマートフォンの方で、先ほど求められてた画面で入力します。ここですね。これに入力します。3075。で、登録をタップします。はい、そうするとメールアドレスが追加されます。メールアドレス登録が完了します。で、確認。これで OK です。LINE の方にメールアドレスが追加されました。で、次はこのタブレットに戻って、LINE をまた開いて、先ほどと一緒ですね、メールアドレスを入力して、パスワードを入力して、LINE に入るってことになります。じゃあ入力しましょう。このメールアドレスとパスワードは先ほど入力したものですね。LINE の設定の方から入って入力したものになります。で、打ち込んだら確認を押します。確認。そうするとこういった画面が出ます。以前に使用していた端末で LINE は利用できなくなります。またトーク履歴が削除されます。よろしいですかと。このスマートフォンでやってた LINE のやり取りっていうのが全て消えるってことです。新たに乗り換えるので仕方ないことです、これは。なので、まあ、OK なら、まあ、必要であれば、バックアップとか取って、置く。で、まあ、必要でないんであれば、そのまま進むってことになります。今回は、そのまま進みます。確認、押します。で、そうすると、電話番号の入力が求められると思います。なんで、この、もともと LINE の方で登録していた、電話番号を登録します。で、入力したら次へをします。そうしたら、その番号の方の SMS ですね。Gmail とかショートメールの方にメールが来るので、それを確認します。その番号を持ってる端末ですね。そこに先ほどみたいに、また認証の番号が出てきます。こういった感じですね。認証番号、9361と出ているので、これを入力します。9361と入力したら、
次へで進みます。まあ、まあ下の方に届かない場合もう一回再送と電話接続、あの自動の電話接続があるのでそれで行うこともできます。終わったら次へで、あとオートマツ追加設定、まあこちらは個人的にやってください、自分の好きな設定で。これ僕はこれ消しときましょうね。で確認をします。読み込み中、もうそろそろで終了です。はい、無事に LINE を入ることができました。こういった感じで普通に使えるような状況です。以上がタブレットで LINE をする方法、タブレットに LINE をインストールする方法です。